日本のゴルフ界に風穴を開ける先鋭的バラエティー、ゴルフ武勇伝。精度の高いプロダクツで数々のツアープロたちをバックアップする GMA の代表として長年にわたりプロたちをコーチング。また音楽レーベルバトルクライサウンドのプロデューサーとしても活躍を続ける岡崎浩三が今週もナビゲート。真剣勝負、そしてやや辛口なトークにもご期待ください。ゴルフ武勇伝。舞台は都心から車で60分のオールフラットなチャンピオンコース。緑と水と光があふれる平川カントリークラブ、名門メンバーコースでの戦いです。今週の1ホール目は6番、フラットな537ヤードのパー5。今週も5人での戦いです。ツアーを支える名物キャディーたちがプレイヤーをサポート。宮下優子がゲームの進行をアシストします。3周目1ホール目です。はい、6番ホール537ヤードです。記憶力いいな。はい、プレッシャーを感じずにティーショットを伸び伸びと打てるフラットに伸びたパー5です。だってピューシだ。まだ長袖着とった。今脱ぐの。いいや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 。間の悪いやつだな。今年は完全復帰へと向けた勝負の年。宮里三兄弟をまとめるビッグブラザー、宮里清プロ。左からかな。お願いします。宮里プロのティーショットです。おい、いや、おい風ちょっとだけだな、もうないな。バンカビアンカビアンカ、あれマゴ今日呼んでないよ。すいません。たまたまコースを訪れていたことから今回急遽番組収録に参加。井上誠プロ。井上プロのティーショットです。よし。わあ、いい球だな。マコ。よし。呼んでないよお前。そういうとこあるよ。え？ひとまひとまだね。本当に。テクニック、みなぎるパワー、そしてその飛距離。彼こそがミスター武勇伝、立山光弘プロ。お願いします。立山プロのティーショットです。しゃあ。ショットです。あ、左キック、左キックしてないね。残念ながら俺こういうの持って帰っちゃった。お願いします。渡辺プロのティーショットです。こっち向きにしなきゃいけないんだと思って。深夜でも八面六臂の活躍を続け、日本プロゴルフ界に燦然と輝く、すべてのプロゴルファーのお手本、渡辺司プロ。車輪、車輪はね、そう簡単に出さないよ。おー、ちょっと4桁いきましたね、スピン量が。やっと4桁いった。やっと4桁いきました。700から1000に1200ぐらい。岡崎コーチのティーショットです。おい、おカムイだ、カムイ、やべえ、やっぺった。すんげえ落としたぞ今。今音がすごい。カギーン。井上プロは300ヤードを超えるショットをフェアウェイへとプレース。借り物のクラブでナイスショットだ。岡崎コーチ残り270ヤードです。距離はもっとあります。もっとあるのよ。岡崎コーチ、クラブは3番ウッドです。岡崎コーチの2打目です。あ、これやべえ、やべえぞ、やべえぞ、これやべえぞ、これ流行、今年流行りそうだ。やべえぞ、やべえぞ、え、なあ、全部フェード気味なんだ。
宮里プロ残り265ヤードです。クラブは5番アイアンです。宮里プロの2打目です。うまい。しゃあ渡辺プロの2打目です。そう待て待て180ヤードぐらい打ちたい。回転してないですね、ま、回転してないねまあまだねナイスです、はい、プロあんだもんパンチどこ向いてんだろうねこれ。立山プロ残り248ヤードです。クラブは3番ウッドです。立山プロの2打目です。ここについてて平気なんだこいつ。だってあっち向いてるじゃん。やっぱり俺は常にミスターパーフェクトだからね。ピンポーンって言っても向いてるところに飛ぶとは限らないんだよゴルフっていうのは。知ってる？井上プロ残り215ヤードです。クラブは5番アイアンです。はい、井上プロの2打目です。火当たったのかな。岡崎コーチ残り133ヤードクラブは9番アイアンです。岡崎コーチの3打目です。あー風かよおい。うわー上空すごいね。ふわーん来たね。はい、いやいや宮里プロ残り100ヤードです。クラブは52度です。宮里プロの3打目です。おい、あら、父親かうまくいかねえな。どう考えても当たるよな。でもフックかワンピン右しゃあないぐらいのそう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 、そうだよな。ぴったり生かそうとするからダメなんだよ立山プロ残り66ヤードです。クラブは砂です。立山プロの3打目です。それでもフックを打っちゃいそうだ。ワンピン右だよ。ワンピン半右だよ。ガッテン。渡辺プロ残り68ヤードです。クラブは58度です。はい、渡辺プロの3打目です。入っちゃおうかな。バンカーには入んなよ。うめえやこれ、うん、ほらナイスねーよーし井上プロクラブはサンドウェッジです。井上プロの3打目です。あー止まれ。まあまあだな。全員が3オンで迎えたグリーン。渡辺プロは残りおよそ70ヤードのアプローチをピンそばにつけバーディーを確実にしています。まさみ ノリ適当なんだよ本当に。岡崎コーチのバーディートライです。大丈夫です。あ、もう大丈夫です。5ヘッドです。5ヘッド。結構声入れてパーです。危ねえ。ナイスパーです。さあ。
立山プロのバーディートライです。いや、ほんと届かねえ。縦はプロから入れてパーです。パターンお借りします。もういいようですね。縦はプロパーです。すいませんでした。まさにとんでもねえです。宮里プロのバーディートライです。こういうカレーな、こんなカツカレーな、ドーン。あれあれ、あ、宮里プロから入れてパーです。キレイジ、宮里プロパーです。見て打ったのに。井上プロのバーディートライです。いや、すげえ綺麗だこれ。マサキです。井上プロから入れてパーです。すげえ綺麗だな、マコ。すげえ綺麗だ。またのプロのバーディートライです。あれ？ナイスバーディーです。危ない。このホール、今月のゲームで初となるバーディーを渡辺プロが奪いました。アゲンストの風の中迎えたのは7番ドッグレッグ、458ヤードのパー4です。はい、ということでびっくりした。はい、7番ホール458ヤードです。右ドッグレッグのパー4です。どうぞお願いします。渡辺プロのティーショットです。はい、シャリーンスワット。シャリーンじゃねえっつーの。本当だ、シャリンじゃねえな。回転してるじゃねえ。ナイスです。ありがとうございます。おいー、あー、またティーない。なんかあれ、カゲロウ出てない。はい、ねえ、どこ。フェアウェイの境目、フェアウェイと本当だ。宮里プロのティーショットです。あれ大丈夫、風右から押してくれる。ほら、ね、ねってどうなのよ。こうやって、はい、お願いします。どうぞ。お願いします。井上プロのティーショットです。はい、うわ、これもう飛ばし愛知のライン。知ってる、飛ばし愛知。あそこ狙ったの。ちょっと右行きましたけど。あ、だけどあそこ狙ったんだ。あそこ狙ってない。だってこの木の向こう。お前嘘をつくな。嘘抜けてます多分。なんだ、俺もあっち行かないんだよ。人とゴルフやっちゃいけない。うん、人とゴルフ。例えばプロのティーショットです。人とようだよお前、今年はお前。よいい球だな。そういう球や、打ってるよお前よ。ここだよ、ここ。完璧。ノリに言われたから普通のティーでやってくださいって言われたんだ。キャディの指示出た。キャディの指示が出たんだ。仕方ないもん、このぐらいでどうでしょうか。笑ってるよ。鼻で笑ってる。鼻で笑ってる。ハハハンとか言ってたもん。岡崎コーチのティーショットです。俺は A2 だよ。ちょっとノリの言うことも一理あるなって多分今思ってる。いや、思ってない、思ってない、思ってない。俺手低くするとあっち向いちゃうんだわ。あっち向いちゃう。あっち行っちゃうの、ボールが向きは。井上プロと岡崎コーチは少し狙いすぎたか、ティーショットが右の林へ。一旦フェアウェイ方向に出すよりなさそうだ。岡崎コーチクラブは PS です。岡崎コーチの2打目です。あ、上毛上げすぎちゃったよ。あいやー、は、上上げすぎちゃった。上がらないと思ったね。岡崎コーチクラブは4番アイアンです。岡崎コーチの3打目です。
じゃないけどグスッと刺さる。どこまで行った？宮里プロ残り185ヤードです。クラブは4番アイアンです。宮里プロの2打目です。あら、すごいよ。すごいライナーで行ったよ。沖縄育ちですから。惜しい。右曲がっちゃったな。そこに井上プロ、クラブは5番アイアンです。はい、井上プロの2打目です。止まれ。すいません。渡辺プロ残り188ヤードです。クラブは5番ウッドです。はい、渡辺プロの2打目です。あー止まっちゃった。あー止まってるよ。 あんなに低く打ったのに普通テコ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 転がってくんじゃないのかい。竹山プロ残り174ヤードです。クラブはユーティリティです。竹山プロの2打目です。わー全然いかねえやこれ。おーナイスナイスです。岡崎コーチ残り111ヤードです。クラブは9番アイアンです。岡崎コーチの風やんだな。クラブはピッチングウェッジです。岡崎コーチの4打目です。おおい、ナイスです。飛ばすね、ちゃんとドライバーうがいうまいんだね。ノリの言う通りだな , 笑ってるよ、ニタ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 。ノリノリの言う通りだな。このイボケン、イボケンじゃない、ボミケン。井上プロ、クラブはピッチングウェッジです。はい、井上プロの3打目です。あれわたなべプロのセカンドショットはグリーン手前わずかのところで止まってしまった。2オンを果たしたのは立山プロただ一人です。わたなべプロの3打目です。あれ、うわちょっと弱気竿ですね。そうなのかな。宮里プロの3打目です。おれ曲がるか。仲良しなとこへボール来るね。あれだけ分かっててもあれだもんな。立山プロのバーディートライです。結構打ったけどな。立山プロこれ入れてパーです。大崎ナイスパーです。大崎結構しっかり打ったけどな今の、ね、井上プロのパーパットです。おい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 やってんだよ。やっぱり司さん、こんだけ風あると影響あるんですかね。ある間違いなく。ある。岡崎コーチのボギーパットです。弱い。あれ岡崎コーチこれを入れてダブルボギーです。島田さん、すごいなこのマーク。岡崎コーチダブルボギーです。すごいねこれ。ダメだパター。井上プロのボギーパットです。井上プロボギーです。すいません。ナイスです。宮里プロのパーパットです。ナイスパーです。よし。渡辺プロのパーパットです。
あ、これこれレッドボギーです。ね、去年2000万も稼いでね、イゴミが2億3000万。来週からカリフォルニア呼ばれてるらしいよ。カリフォルニアへ。日ヶ川カントリークラブにも GMA コーナーが新設されました。最新モデルやキャリーバッグ、各種アイテムをお求めいただけます。今週どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。いや、あの宮下が食事中でございました。私は変わって老眼でよく見えませんが、実力が伴っていないのにフルバックティーでやりたがるアマチュアゴルファーが意外と多いと思いませんか。俺のこと言ってんのかね。やりたがってないですもんね。無理やりだもんね。無理やりだ。俺はもうちゃんと白とかもうスカート履いてはもうスカートあの赤真っ赤からやりたいぐらい。スカート履かなくてもいいですけどね。言ってますもんね。進行に問題がなければ気にしませんが、このように無理やりバックティーからやりたがる人を仲間の中でバックティーハラスメントと呼んでいます。俺よく友達と飯食いに行ったりするとさ、岡崎君ってホールインワン何回やったことあるの人生って言われるの。俺ゼロなんだ。でやっぱりよくよく考えたら、お前らとゴルフやるからいつもフルバックじゃん、ホールインワン出るわけないですよね。180とか200ヤードでそんなに。やっぱまあね、グリーンに乗らないとまずね、だから何を言いたいかというと、フルバックティーでやりたがる人はやればいいじゃん。保険代の無駄で。プライベートでゴルフをやってる時にラインを読むのにこんなこともやったことないし、しゃがみもしないし、ましてカップの向こうなんか俺行かないから。医者を得よきもこうやってやんないんですか。あの人は真剣にやってる。だからだいたいラインはパッと見たらだいたいこうこの辺だなっていうのを分かるように普段から鍛えると思ってパターンをやればね、いいし、ショットもこのぐらいかなと思ってね、鍛えるような気持ちがあった方がゴルフ場からいろんなものを感じ取る感性がだんだんこう研ぎ澄まされていくから、そういう感じでプレーをしていただければ、一番後ろのティーマークからやっても決して時間がかかるわけではないと個人的には思います。だから必ず俺サラリーマンやった頃なんか会社で行くと一人やっぱりうるさいエチケットリーダーみたいのがいて、うん、じゃあ来て来て早く走れみたいな。ね、遅い人っていうのの典型的なパターンっていうのが1個あって、それがボールのところへ行くまで手ぶらで行くの、ね、で手ぶらで行ってボールのところ行ってキャイさんって言って何ヤードあるって聞いて、それからクラブ何々持ってきてって言うの、なるほど、ね、だから時間かかるの。で僕らはボールがあの辺に行ったなと思ったらバックから多分これでいいだろうなと思うクラブを 2,3 本バックから抜いて歩いていく。それで万が一その 2,3 本のクラブで打てないときはごめんねキャイさん何々取ってっていうことがあっても。あ、なるほど、ね、昔のゴルフ場のストロークプロってそうやって教えてくれましたよね。そうそう、だからバックティーはもう全然使っていいと思います。ここでゴルフ MU で番組公式サイトでは秘蔵映像も公開中。テレビの裏側お見せします。番組へのご意見をご感想もお待ちしています。応募はご覧のところから。5番です。おお、力あんね、清志。5人でのラウンドとなった今月の戦いも残すところ2ホール。強い風に翻弄されるプレイヤーたち。次回はパー3、そしてパー4での戦いです。来週もお見逃しなく。清志も古いよな、この清志。ツアー制限ないもんな。ないっす。あー、A2 引っ張っちゃったよ。はい、今月は変なゲストが朝来たので無理やりゴルフさせて、いつもより人数の多い武勇伝でございましたが、お前なんで来たんだよ朝よ。やっぺそ。